皆さんこんにちは。美容家の崎岡めぐみです。今日は知ってるようで知らない世界、絶対に知っておいてほしい真実をお話しします。それは私たちの美肌を支える重要な成分としておなじみ、コラーゲンの真実です。皆さん、フカヒレや手羽先を食べた翌日って肌に弾力を感じるかもって思われたことあるかもしれないんですけども、実は思い込みだっていうことをご存知でしたかね。お肌のコラーゲンは非常に高度な三次元構造なんですね。だから食べたコラーゲンがそのまま肌のコラーゲンになるわけじゃないんですね。体の中でいくつものメカニズムが働いて作られるんです。一方、一部の方は口から摂取するコラーゲンは意味がないっていうお考えの方もいらっしゃるかと思います。実は摂取するコラーゲンは形が重要なんです。ですごく吸収性に優れていて、血中をめぐって皮膚まで届いて、そんな働きがあるのと驚くような、きちんと臨床試験で有効性が確認されているものもあるんですよね。今回は私が論文とか、あとは学会、日本薬学会とかですね。で、ずっとコラーゲン研究を追いかけて、私にワクワクを運んできてくれたファンケルさんにタイアップのお声掛けをいただきまして、この新常識は絶対に皆さんにも知ってほしいと強く思いましたので、ファンケルさんのコラーゲン研究についても触れていきたいと思います。私がタイアップするのは実に初めて。ね、やっとです。で、それほど尊敬していて、本当にすごい研究だなと思っている証なんです。美肌作りの意識改革ができると言っても過言ではない内容なので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあまずコラーゲンの真実の前に、コラーゲンって何ってなんか知ってるようで知らないですよね。コラーゲンとはアミノ酸が1000個以上つながった鎖が3本絡み合った。つまり3000個以上のアミノ酸でできたタンパク質の一種です。様々なアミノ酸がつながってできた高次元な三重らせん構造をとっています。超基本知識なんですけども念のため、アミノ酸が2つ以上つながったものをペプチドと言います。50個以上つながったものをタンパク質と言います。ちなみに後でもお話しするんですけども、コラーゲンのアミノ酸組成はこちらになります。ヒドロキシプロリンというアミノ酸がコラーゲン特有のアミノ酸です。コラーゲンは体内を構成するタンパク質のうち約 30% を占めていて、皮膚、骨、血管、角膜など体のあらゆる組織を構成するんですけれども、体内のコラーゲンのうちなんと 40% が皮膚に含まれているんです。皮膚の中でも真皮という層に存在します。真皮は私たちの肌の土台となり、弾力を司る層。真皮の構成成分はコラーゲンとかヒアルロン酸などがあります。真皮のコラーゲン量は乾燥重量で約 70% を占めてるんですね。つまり、皮膚は主に真皮にあるコラーゲン線維によって支えているので、太く長くしなやかな質のいいコラーゲンがきちんとした量あること、つまり密度が高いということが大事なんです。でも、加齢とか紫外線などによるストレスでダメージを受けると、コラーゲンの再生と分解の均衡が崩れるんですよね。コラーゲン繊維をブツブツと切る、つまり分解が多くなってしまうんですね。この分解を担うのがマトリックスメタルプロテアーゼ MMP って言われるんですけれども、こういう真皮成分分解酵素のことなんですね。この分解酵素が過剰に出てしまうことによって、コラーゲン特有のペプチドであるヒドロキシプロリンの量の低下とか、真皮の構成成分が減ってしまって、質も下がって、皮膚を支える力が弱くなってしまう。で、その上、皮膚水分量の低下までもたらしてしまうということが知られています。ベッドのスプリングで例えると分かりやすいですよね。コラーゲンの量がスプリングの数、コラーゲンの質がスプリングの状態、スプリングの数が少なくなってしまったりとか、スプリングが劣化して弱くなってしまう、スプリングで弾みが悪くなる、これと同じことがお肌でも起こるんですよね。コラーゲン繊維が減ったり劣化してしまうと、皮膚の弾力が弱まって肌悩みが生じてしまうんですね。だからコラーゲンってとても重要なんです。それと最も重要なこと。皆さん、コラーゲンはとにかくたくさんあればいいって思ってらっしゃる方おられると思うんですよね。でも、コラーゲン繊維はただやたらに量あればいいってものではなくて、質が大事なんです。このことをこのチャンネルではよくよく言ってるんです。コラーゲンの質と量は健やかで弾力のある皮膚にとっては不可欠なものなんですよね。じゃあ、コラーゲンを摂取すると肌にどう働くの？ここ肝ですよね。大前提としてコラーゲンって巨大分子なんですね。そのままでは体内に吸収されません。食品のコラーゲン分子はアミノ酸がなんと3000個以上つながってできています。いわゆる一般的な低分子コラーゲンはアミノ酸が100個程度つながってできています。だから口から摂取して胃や腸の消化酵素で小さく切られて体内に吸収されるんです。ここポイントです。でも肌で働くためにはただランダムに小さく切られるのではいけないんです。どんな順番のペプチドでもいいやっていうわけではないんです。アミノ酸の種類、それから数、配列、つまり形に特徴があるんです。よくコラーゲンペプチド何ミリグラム配合みたいな商品見かけますよね。実は一般的な商品はコラーゲンペプチドイコール低分子っていう意味なんですね。つまりランダムに切っただけとしているものも多いので注意が必要です。ファンケルさんは本当にたくさんの研究を経て特定の形のトリペプチド、トリって3つのアミノ酸をコラーゲンペプチドっていう風に厳格に定義してるんですね。これがコラーゲンの最小単位だっていうことなんです。だから特定の配列、形をしたトリペプチドイコールコラーゲンペプチドが重要だっていうことなんです。これが吸収性や有効性に関わる重要なポイントなので、後ほど詳しくお話しますね。では、コラーゲンペプチドを経口摂取すると、どんな効果があるか、論文ベースで分かっていることなんですけれども、加齢や紫外線によって発生してしまうコラーゲンやエラスチンを過剰に分解してしまう酵素を抑える。で、2つ目、コラーゲンとヒアルロン酸の合成を促す。これらの働きによって、潤いと弾力のある肌に役立つっていうことが確認されてるんです。つまり、コラーゲンペプチドを摂取すれば、一部は肌のコラーゲンの材料にはなるかもしれないんですけれども、そのままコラーゲンが補充されるわけではないんですね。コラーゲンって非常に高度な三次元構造なので、そのままでは血中を巡ることはできないですし、皮膚の足りない部分にピタッとはまることはできない。そうではなくて、特別な形のコラーゲンペプチドを摂取することで、皮膚細胞に働きかける力があるっていうことなんです。で、しかも、皮膚の中で新たなコラーゲンが生まれるように、またすでにあるものを過剰に減らないように働きかけてくれる。つまり肌の中の仕組みにアプローチするんですよ。まとめますと、こういうことになります。私がよく足りないものをただ補う時代は終わり、肌の仕組みにアプローチすることが最先端のアプローチだよっていうお話をよくしているんですけれども、まさにファンケルさんのコラーゲン研究は、コラーゲンやヒアルロン酸を生み出すお母さん、線維芽細胞を活性化する上、紫外線照射によって起こる過剰な真皮成分分解酵素 MMP を抑制して、真皮成分の質と量を高めてくれるんです。まさにお肌の中の仕組みへのアプローチなんですよね。本当に素晴らしい。真皮成分の状態を包括的に改善することが大事だと個人的には考えていて、それが肌の潤いと弾力を維持し、健康な肌に役立つ、まさに根本的な肌の仕組みに着目しているんです。では、ファンケルさんのコラーゲン研究、どこがそんなにすごいのっていうのを詳しくお話してきますね。吸収率が高いコラーゲンペプチドを作る独自技術をお持ちです。ファンケルさんのコラーゲン研究って実はね、なんと20年前以上。びっくりでしょう。非常に長い歴史があるんですよね。その中でも画期的な技術を生み出されてます。と言うまでもなく、腸から血中に吸収されなければ皮膚まで届きません。そこでファンケルさんはもうびっくり。吸収率にこだわって独自技術を開発されたんですよね。前半でもお話ししたんですけれども、コラーゲンってなんでこんな複雑な螺旋構造になってるのっていうと、コラーゲンのアミノ酸配列でグリシンっていうアミノ酸が必ず2つのに出てくる。グリシン、〇、これアミノ酸ねっていう繰り返し配列になってるためなんです。これがコラーゲンの最小単位なのね。そこでファンケルさんはグリシンの前で切ると、グリシンから始まるアミノ酸3つのトリペプチドができるため、このコラーゲンに特徴的な配列のトリペプチドに着目されたんだそうです。つまり、一般的な低分子のコラーゲンではそのままの形で吸収されないため、コラーゲン特有のペプチド配列にのっとって2つの木に出現するグリシンの前でカットする、要は特殊な酵素処理によって分解する、なんとも想像を超えるものすごい技術を開発されたんですよ。もう私本当に感動したんですよね、この技術。着眼点がすごい。さらにお得な話なんですけれども、ファンケルさんのコラーゲンペプチドは、先ほども言ったコラーゲンの最小単位、グリシン、別のアミノ酸、別のアミノ酸っていう繰り返し配列のトリペプチドを含み、特に別のアミノ酸、黒丸の部分がプロリン、もう一つの別のアミノ酸、白丸の部分にヒドロキシプロリンが存在する構造、グリシン、プロリン、ヒドロキシプロリンを多く含む特徴があるんですよ。ねえ、すごいでしょ。もうグリシン、プロリン、ヒドロキシプロリンって言ったら、もう私の中ではもうピーンとくるんだけれども、それを実現化しちゃうところがすごいんです。一般的なコラーゲンのアミノ酸組成はこちらになります。で、グリシンの次に占めるのがプロリン。コラーゲンに特有のアミノ酸がヒドロキシプロリン。これがファンケルさんのコラーゲンペプチドの組み合わせに出てきてるっていうことなんですよね。ここまでたどり着くまでにどれほどの研究力だったか、2017年に遡るんですけども、皮膚までコラーゲンが届くことを確認ってファンケルさんの発表を聞いた時は本当に心が躍ったのね。もう幾多の研究を経て今にたどり着いてるんですよね。実際に一般的な低分子コラーゲンと比較して、ファンケルさんのコラーゲンペプチドは吸収率が高い。そして血中にきちんと吸収されて、頬のコラーゲンの増加量が2倍になったという研究報告があります。他の低分子コラーゲンとの比較もあります。ビタミン C はコラーゲン合成に必須な栄養素なので、ビタミン C と一緒に添加して試験されてますね。ファンケルさんのコラーゲンペプチドは、このようにコラーゲンのメッセンジャー RNA の発現量、これはコラーゲン合成の設計図となる遺伝子発現の量っていうことなんですけれども、これが約 1.5 倍も増えてます。つまり、ただやたらに低分子にすれば良いっていうわけじゃなくって、でファンケルさんのコラーゲンペプチドこそが有効性の証っていうデータなんですよね。ちょっと難しかったよね。うん、すごいんだって。そう、でもすごいんだってわかりますよね。コラーゲンやヒアルロン酸を生み出すお母さん、繊維芽細胞なんですけれども、この繊維芽細胞に働きかけて真皮密度を高める確認もされています。まさにお肌の中の仕組みを整えるアプローチなんです。また、ファンケルさんは独自のコラーゲンペプチドとバラツボビエキスというものの組み合わせで特許を取っておられるんですね。相乗的にコラーゲン分解酵素の産生を抑制する、またコラーゲンの産生を促進するっていう研究データがあります。コラーゲンの増加量が理論値より2倍以上ってすごいんですよ。絶大に信頼できる。また皆さん気になってるのがコラーゲンの質だと思います。40歳から59歳の健康な女性53名を対象としたランダム化プラセボ対象20盲検平行群間比較試験。わかりにくいんですけれども、ランダムに53名選びましたよ。プラセボ、コラーゲンが入ってないもの、ビタミン C100mg 入り 50ml 飲料とコラーゲンペプチドが入ってる飲料、コラーゲンペプチド 1000mg、ビタミン C100mg 入り 50ml 飲料を1日1本飲む試験をやったんですよね。誰がコラーゲン入りで誰がコラーゲン入りじゃないか。っていうのは、試験する側も試験される側もダブルブラインドって言って、両方わからない。試験側が分かっちゃうとなんとなく、これ人間だから、ちょっと出ちゃうかもしれないので、より信頼性があるっていう試験ですね。それで比較したところ、コラーゲンペプチドが入っている群の方は、弾力と水分量が優位に高いことが確認されましたと。そうですよね。実際の人試験で弾力と水分量を測定されているっていうことは、コラーゲンの質が悪ければ弾力は出ないはずですよね。さらに進んだ研究をファンケルさんされてるんですね。コラーゲンの再生と分解の両方を司るコラーゲン受容体っていうのが細胞膜に存在するんですけれども、3つ存在してるんですね。皮膚科学的にはこれすごく重要なこと。ファンケルさんは2021年の日本薬学会でのご発表で、フラボノイド類、イソクエルシトリンに3つのコラーゲン受容体全てを産生促進することを発見されてます。若い皮膚に特徴的な太く長いコラーゲン繊維を作り、コラーゲン繊維の密度を高くすることに関係してるんですね。まさにコラーゲンの質と量についてのエビデンスですね。日本薬学会の論文読んで、もうすっごい感動しました。ここまで進んでるんだなーっていう、ファンケルさんの研究は本当にすごくって、今回様々なデータをね、復習していたら、夢中になってしまったんですよね。こうしてると一日中話してしまいそうです。はい。で、まとめますと、肌を支えるコラーゲンなどの神秘成分は、紫外線や加齢によるダメージで減少したり、変性したりするから対策が必要。コラーゲンは吸収されても、そのまま肌のコラーゲンになるわけではなくて、特別なコラーゲンペプチドのみが肌にしっかり届き、肌の仕組みにアプローチしてくれる。そして、潤いや弾力を維持してくれる。ファンケルさんのコラーゲンは、ものすごい技術や研究が反映されているので、吸収率が抜群。いろんなエビデンスもあります。せっかくなら信頼できるコラーゲンを取ってほしいです。お肌を作るのは栄養素。普段のスキンケアの他に、やっぱりインナーケアも取り入れることが美肌には大切です。個人的にはコラーゲンはファンケルさんが一番だと思います。今年の猛暑でだいぶ紫外線による神秘ダメージを受けたなって個人的に感じます。秋冬に向けてケアを強化したいっていう方、コラーゲンに対して旧知識のままでいる方、美容 IQ を上げたい方は絶対に知ってほしい内容を今日話しました。信頼できるコラーゲンを摂取するのが美肌にとっては基地。ぜひ皆さんもコラーゲンに対する意識を高めて手入れを楽しんでくださいね。いかがでしたでしょうか？コラーゲンの重要性とファンケルさんのコラーゲン研究の凄さをお伝えしたくって、毎度のことなんですけれども、すごく頑張って原稿作成したんですね。でも間違って読まないようにと思って、ちょっと緊張してしまってたので、大丈夫だったですかね？いつもと違うかなと思われてたら、どうしようって思って、本当に心からこのことを知っていただきたいと思って、今日動画にしました。今日私がお話ししたことの凄さが皆さんに伝わっていたら嬉しいです。この動画がためになったと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。ではまた。